はい、どうも、海です。本日も3分間推理ゲームというゲームを実況していこうと思います。はい、3分間で推理ね。私できてたっけ、前回。なんか3分以上かかってた気もするんだけど、3分間推理でね、今回はちゃんとタイトル通りね、タイトルの回収をするために私は3分でね、問題を解けるように頑張ろうと思います。では早速ちゃんと測ろうかな、マジで。じゃあ今から3分間頑張ります。はい、スタート。いける、私ならいける。パフォーマー殺人事件。はい。あるオーディション番組の楽屋で女性が殺害される事件が発生した。当時楽屋を使っていたのはクラブ DJ、歌手、マジシャン、パントマイマーの4人だ。被害者の職業がわかるものはどれだろう。はい、被害者、あ、マジシャンですね。どれだ、これでいいのかな、ここら辺。はいはいはい、はい、星5、いきなり星5を送る。はい、ネクスト。床にはトランプが散らばっている。彼女の職業はマジシャンであった。マジックの練習中に襲われたのだろうか。いや、すごいね、格好もセクシーでね、可愛い感じのマジシャンですね。はい。殺害に使用された凶器はどれだろうか。なんかDJ かな、この人。すっげえ驚き方してんね。殺害に使われた、あー、これか、包丁だね。包丁が赤くなってる、血に染まってる。これもマジックに使う包丁だったんじゃないの。手品の小道具のトールルルル用のナイフの中に血がついているものがある。このナイフを使って女性の背中を刺したのだと推測でき、あ、背中なの、しかも背中刺されて死ぬ、背中死ぬのか、なんか死ぬんだ、背中でも。凶器のナイフからは被害者以外の指紋は検出されなかった。このことから犯人の可能性が高いと推測される人物は誰。え、凶器のナイフから被害者以外の指紋は、え、なんで、なんでそのことから犯人の可能性が高いとかわかんの。え、どういうこと、あ、うん、被害者、え、ちょっと待ってね、被害者の以外の指紋は検出されなかったんでしょ。え、誰だ、え、なんで、この人手袋してるからみたいな、ああそういうこと、この人も手袋してるもん。なんか手袋を身につけているパントマイマーである。だがそれだけでは証拠としては不十分だ。だよね、あ、そういうで、ああ、なるほど、はいはい、パントマイマー、今もパントマイムしてなかった、さっきこんな状況でもパントマイムするんだ。行き詰まった捜査官はもう一度現場を観察したところ、ある手がかりを見つけた。それはどれだろうか。ある手がかり、あ、これかな、このなんか私もちょっと思ってたんだよ、最初から指さしてるんだよね、カード。よく見ると遺体はトランプを指さしている。それはダイヤのクイーンであり、これは被害者のダイイングメッセージだと考えた。捜査官は唯一の女性である歌手が犯人だと踏んだ。ああ、そうだね、クイーンだから、はいはい。その線で捜査を進めた結果、決定的な証拠が見つかり、歌手の女が逮捕されたのだった。よかった、すげえ、マジそのカードだけで分かったんだね。ちょうどその指の角度にね、あってよかったね、クイーンが。そこがもしね、キングとかもただの数字の1とかだったらもう絶望じゃない。よかった、パントマイマーがね、疑われてたけど違かったんだね。ごめん、疑って。はい、ネクスト。あ、終わった終わった。あ、よし、今回は星5ちゃんといけたし、時間は、あれ？あれ？ちょっと待ってね。3分ギリギリ間に合ってない気が、いや、でもいいのか、答え見るときにまでは、あれだったよね、多分3、すごい言い訳をしようとしてるけど、まあ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 、大体3分間推理ゲームですね、このゲーム。無理だよ、3分じゃ。機械な遺体、機械な遺体、機械な遺体、どっちでもいいや。マンションの一室で一人暮らしの女性の遺体が見つかった。服毒自殺のようだったが、顔にはなぜか切り傷が残っていた。女性が死ぬ直前に見ていたと思われるものはどれだろう。毒殺事件、服毒事件なのに、服毒自殺なのに切り傷が残ってる。うわ、暗、画面暗。ごめん、問題が、思われるのは死ぬ直前に見ていた鏡だね。怖い怖い、こんな怖いから画面暗くしてくれてんのかな。鏡に血の手形がついている。彼女は鏡を見ていたと推測される。べっちゃりだね、手形が。
彼女の顔に切り傷があった理由、そして鏡を見ていた理由は何だろう。どこを見れば推測できる？どこ？鏡を見ていた理由って普通に、ちょっと待って、画面がマジで暗くてね、全然見えないんだけど。普通に化粧するため、これ？これ何？違う。なんか落ちてたけど、鏡を見ていた理由は何だろう。どこを見れば推測できる。鏡を見ていた理由って普通に、どこを見ればわかる？ちょっと待ってね。あ、面接だったから。あ、違う。なんかスーツ着てるよね。なんだなんだ、ここ？あ、服を選んでた。違うの？あ、もしかして、これさ、なんか右下に整形外科みたいなのあるよね。これってこと？そういうことか。隅々まで見なきゃわからないわ、これ。整形外科の診察券が置かれている。彼女は整形手術をしたが、その結果に満足がいかず自分の顔を傷つけたのだった。じゃあこれマジで自殺ってこと？捜査によると彼女は何度も整形を繰り返していたようだ。彼女が整形手術代を捻出していた方法はどこを見ればわかる？特速除、これだよね。これじゃないの？捻出した方法はどこ？彼女が整形手術代を、督促状じゃないんだ。なんだこれ、これ何なの？落ちてるの。あ、これ何これ。あ、そっち全然違うじゃん。部屋に似合わないカービィなドレスが飾られている。彼女は OL の傍ら夜の水商売で手術代を稼いでいたのだ。なるほどなるほど、それでね、そういう服がいっぱいあったんだ。彼女は自分の顔に満足がいかず自殺を図ったのだろうか。他の理由は推測できるだろうか。あ、それがこれか。はいはいはい、もう間に合わないよってなっちゃったんだ。借金の督促状が落ちている。やはり水商売の収入だけでは手術代を賄いきれなかったのだ。借金をして整形をするもと満足せず、また借金をするという繰り返しで彼女はどん底へと落ちてしまったのだった。そういう人ってさ、どこまで行ったら満足ってなるんだろうね。多分どこまで行っても満足はできないと思うんだよ、そういう人って。多分わかんないけど、だからやっぱこういう負のループが続いてしまうみたいな感じなのかな。いや絶対ね、そんな絶対美人だったよ、見た感じ。顔に傷あったけど絶対美人だって。こういう人絶対美人だもん。はい、あー結構ミスっちゃいましたね。いっちゃん2番目ぐらいかな。はい、くそ、しかも時間もめっちゃオーバーに過ぎてるし進学塾殺人事件。進学塾殺人、はい。ある進学塾で女子生徒の死体が発見された。凶器はどれだろう。ネクタイです。ネクタイしてない人いたよ。首に巻きつけられたネクタイで考察されていた。どこかの制服のネクタイだろうか。はい、制服のネクタイ、先生のネクタイじゃないの。この塾には被害者の恋人の生徒も通っていたようだ。あほほ、それは誰だろうか。がこのいる子だよね。あ、なんかペアであれミサンガしてるし、わー、女青春、ペアでミサンガなんて青春。お揃いのブレスレットを身につけて、あ、ブレスレットか、ミサンガとか、なんかごめん、ミサンガとブレスレット、なんかね、やっぱ都会って感じするね、ブレスレットって。なんかミサンガ、いやミサンガもねすごいロマンティックだけどな。他校の彼氏のようだ。彼は学ランを着ており、ネクタイは別の人物のもののようだ。はいはいはい、だよね、絶対。だって明らかに不自然にネクタイしてない人いるもん。被害者は高校生にしてはハフディが良いと噂されていた。それはどこを見ればわかる。これバッグ。あ、はいはい、なんか高そうなバッグ持ってる。被害者の通学カバンは数十万円はするブランド品だった。そんなもんで通学するな。その中に何が入るの。教科書入らないでしょ。両親が買い与えたものではないようだ。となると大人の男の力が出てきますね。以上の状況を踏まえ警察は一人の容疑者を割り出した。それは誰だろう。はい、私は最初からね、もう分かっていたよ、お前が犯人だとな。はい、
学ランを着ている生徒以外は全員ネクタイを身につけていた。ネクタイを身につけていないのは塾講師のみだ。彼は被害者生徒と援助交際の関係にあり、そのことをバラすと脅され犯行に及んだのだという。あーなるほどね。どっちみちね、君の人生も積んじゃってはいるんだけど、まあバレないにかけてこの子を殺してってことなのかな。いやそれならまだ援助交際バレった。いやそっちもそっちでやばいか。もうどっちもどっちだな。でもね、あれじゃん、その殺したことでそっちの援助交際の件についてもバレるんじゃないの。二重でバレるのはやばいと思う。あ、積みましたね。積みゲーですね。はい、頑張ってください、これからの人生。はい、これはまあいけましたね。スカスカいけた今回は。はい、じゃあ最後、監禁マンション。はい、うわなんかやばそうなのが一瞬見えた。タワーマンションの一室で女性が監禁されているのが見つかった。発見したのは誰だろう。これあれか、外にいる人、普通の人じゃん。なんかやばい人が窓に張り付いてんのかと思った。発見したのはこの方。はい、なんか AB ってあるけど、はい、窓ガラスは清掃員だ。ゴンドラに乗って窓を拭いていたところ、女性の姿が見えて通報したという。幸い女性は無傷だったようだ。ああ、よかった。救世主じゃん、お兄さん。ありがとう、窓拭きお兄さん。この部屋の契約者は不明で、犯人は逃走中だ。部屋には不可解な点があるが、それはどこだろう。不可解な点は、もういろいろあるけど、対人恐怖症とかいう本がある。これ?はいはい、なんかお面みたいなの。はい、壁に仮面が並べられている。被害者によると犯人はずっと仮面をつけていたため顔はわからないという。仮面コレクションがいっぱいありますね。はい、怖いよね仮面って。でも犯人が仮面をつけていた理由は何だろう。それを推測できるものはどれ。推測、あ、対人恐怖症だ。なるほどなるほど、そういうことね。人の顔をちゃんと見て見られながら話すのが無理ってことか。対人恐怖症の本がある。犯人は素顔でと、素顔でと接することが怖かったのだ。それでも誘拐に踏み切ったのは単に友達が欲しかったのかもしれない。あれ?なんか純粋、あ、そっか、無傷だしね、言うて。そんな危害加えたわけじゃないから。案外悪い人ではないのかもしれない。被害者の証言などから2人の容疑者が集められた。犯人はどちらだろうか。私右だと思うな。こっちの方が顔隠してるもん。違うの?まさかの A。 これ B の方が絶対顔隠してる割合高いじゃん。はい、サングラスをかけて登場した人物が犯人だった。犯人は仮面をかぶって被害者と接していたため目を隠そうとしたのだ。そっか、仮面だから目だけは見えるってことか。犯人は絞られたが対人恐怖症のせいで取り調べが進まず刑事は頭を抱えている。なるほどね。そうね、でもそんな悪い人ではないんじゃないかな。本当にただ単に友達が欲しくて誘拐してしまったっていう、ちょっと不器用な人かもしれないね。なんかそう思うと、まあなんか可愛く見えてくるな、このおっさん。